今朝早く神戸市灘区の交差点で道路を歩いて横断していた男性が車にはねられ死亡しました。今日午前6時過ぎ、神戸市灘区六甲町の信号機のある市道交差点で道路を歩いて横断していた男性が西に向かって走行してきた乗用車にはねられました。警察によりますと、はねられたのは20歳から40歳ぐらいの男性で、その場で死亡が確認されました。警察は車を運転していた西宮市の20歳の会社員の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。男は通勤途中で事故の後自ら110番通報したということで、調べに対し人とぶつかって跳ねたことに間違いありませんと容疑を認めているということです。警察は死亡した男性の身元確認を進めるとともに、容疑を過失運転致死に切り替えて事故の原因を調べています。